あの、バラプンテ、J リーグサッカーチャンネルですというところで、今回、動き出した監督人事、鹿島、セレッソの話ということでやっていきましょうかね。よろしくお願いいたしますと。 えいうことで、そう、鹿島アントラーズ、えー、先日ですけどもね、ポーピチ監督、電撃解任となりましたね。鹿島、一体ね、これ、近年の監督に何人、医薬金を払うんだっていう感じもしますけどもね、もうこれね、ね監督解任の医薬金だけでね、大物外国人が一人ぐらい連れてこれるんじゃないかっていう感じも、えー、しますけども、さあ、今回、新監督は中国、えー、新監督と。 いうところですね、まあ、中国監督に関しては僕も、ね、現役時代を知っている選手にはなってきます。まあ、こういう現役時代を知っている方が、ね、監督にとうとう、えー、なり始めたなという感じがいたします。で、セレスソ・攻撃監督は退任中報道が出ましたので、今回この2クラブの話、プラス、まあ、この2クラブの話をやりつつですけどもね、ね、えー、ところどころで、まあ、来期の監督、他クラブの話も織り交ぜながら、ね、やっていけたらと思っておりますんで、よかったら最後までよろしくお願いいたしますと。と いうことで、さあ、早速やっていきましょうかね。まずこちら。そう、えー、中国鹿島誕生と。 えーところでこれプロ野球ファンから見れば中後ろってね読む方もいるんじゃないかねロッテのね早稲田ランディージョンズのことね、えー、中後ろ選手は僕はね最初この文字見たらね思い出したんですけれどもねそうまあ中後選手ですね鹿島え一、ー、応左出しているのは今シーズンの主なメンバーにはなってきますほんでまあ OB 路線復活かと岩政監督の後にポビッチ監督を 連れてきた鹿島には、えー、なってきますけども、まあ、やっぱ相馬監督とか、えー、大岩監督とか岩政監督とか、まあ、鹿島の黄金時代とか、まあ、苦しい時代をされたね方々が鹿島の監督になっては去っていきみたいな、えー、近年の鹿島アントラーズにはなってきます、まあ、OB 路線復活と。 えとこで、まあ、あとは、ね、中監督、ね、ちょっと意外な経歴というとこで、僕も、ね、これ、中監督ってどんな監督というか、まあ、どんな、ね、選手だったかなと思ってね、ね、えー、経歴をちょっと見てみたんです。これ、鹿島の公式に載っている経歴にはなってくるんですけども、ね、これ見ての通り、割と鹿島時代って短かったんだなっていう、えー、僕の印象にはなってきます。もっと、ね、鹿島時代、ね、なく、ね、やられてたイメージがあったんですけども、意外と、ね、あ。鹿 島っっててこんんだだけなないうなんとなくのね、ちょっと意外なところには個人的にはですけどもね、えー、なってきますね。まあだからね、えー、現役時代は、まあ、ヴェルディの方が長いみたいなところもえありまして、なかなかね、まあ、ジェフチバでのアプレイしてたんだとかね、えー、思うところもございますけども、えー、しかしとっていうところでね、意外や意外、カシはね、まあ3年ぐらい、3年4年ぐらいか、しかおらずで、ヴェルディの方が長いとね、まあ確かにセレス 人にもねねいいたた記憶はあっっななというとうころにはなってきますけども、ね、ちょっと僕の中ではね、元中監督で10年ぐらい歌手までなんかね、やっていたイメージがあったんですけども、まあ、イメージだったというところには、えー、なってきますね。ほんで、ちょっと表は戻りますけども、そう、えー、そうだから暫定監督なのか、来期も指揮するのかっちゅう。 話でね最初はなんか暫定監督を置いてでその後、来季はえ別のね例えば名前上がってた監督でとかと川崎の鬼木監督とかね、大岩監督とかいろんな名前が上がっておりましたけども、中国監督というとこなんでまあ暫定監督の名前がついていないとねいうとこなんでもしかしたら来季も中国監督で行くのかなと思いつつもまあでも冷静に考えてみればまあ別に暫定ってつける必要はねわざわざないよ ちゅうのはなんとなくね、僕も思うところで、例えばね、怪我人の発表とかね、最近、えー、各クラブ減ってきました。以前と比べると、怪我人の発表って減ってきたんですけども、それも、まあ、わざわざ怪我しましたっちゅう発表をする必要ないよでみたいな、あ,あ言われてみればみたいなところもあって、確かにその流れで言うと、まあ、暫定監督って、つけようがつけまいが、まあ、あと2ヶ月の契約であろうがどうであろうがね、まあ、とりあえず監督っていうね、経歴が一番 ねいいのかなっていう感じもしますし、まあ、暫定でつけるね理由もないよなっていう、うん、暫定って結局どういうねあれなんだろうみたいないつまでなんだろうみたいなところもあって、まあ、例えばマイナスのハッチンソン監督なんて、ね、まあ、半数ヶ月か23ヶ月ぐらい今暫定監督 やってますけどもなんか暫定監督って言われたらね、まあ、1ヶ月以内には肯定するイメージがあったんだけどもね、ハッチンソン暫定監督って、多分暫定監督歴代 J リーグ最長記録じゃないかっていう勝手に個人的に思うところはあるんですけども、ただまあ一部ではだからね、さっき言った鬼木監督の声とかもね、上がってますし、ただね、これね、えー、暫定中う名前がついていないんで、あれこれどっちなんだみたいなとこには、えー、なってます。で、鹿島の OB 路線には疑問の声も上がっていて、 やっぱこう過去にはね岩政監督もそうでしたけど初監督が鹿島の監督っていうのはなかなかにね難しいんじゃ。 えー、ないかとあとは OB を据えることによって、まあ、ちょっとね批判の回避みたいなところにつなげてんじゃないかとかいろんな声がありますけどもねまあ難しいですよね、OB 路線って、ね、これでも結構、あ結構でもないか前聞いた話ですけども、ね、これはほと僕が、ね、前なんか有料会員限定の、えー、記事かなんかで見たとこの記憶にはなってきますけどもまあ、OB が監督するとやっぱり引き締まるらしいですね。まあ これはだからすんごい難しいところでじゃあ OB 以外の監督がね例えば歌詞まで言うとポーピーチ監督が監督やれば引き締まらないかっていうとそういうわけでもなくてただやっぱり OB が監督すると他の目線が相当きつくなるらしいんですよねえ要は今回で言うとまあ中国監督がね監督やればそれ以外の過去の鹿島の OB からね厳しい声が飛ぶと勝てなかったらお前何やってんだみたいな厳しい声が飛ぶしねなかなかにね結構やっぱ OB 監督という 相当緊張感が本人にはあるみたいな、本当周りからやんやん,やん言われやすいみたいな、だからこれね、さっきも言ったちょっと誤解を生むようなね、話なんですけども、他のね、全く鹿島のことを知らん監督が来ても、ある程度はやっぱりこう引き締まるね、えー、やっぱ鹿島の監督なんでね、っていうのはあるんでしょうけれども、一方で OB は OB で鹿島だけじゃなくてね、鹿島だけじゃなくて OB 監督というのは、いろんなね、厳しい目にさらされやすいと、まあ、サポーターからはね、ああの方がね、あうちの OB がが監督ななんんだ嬉ししいいっていうねところももあるかもしれませんがただね、ね目線、視線が厳しくなるとね、ねサポーターの目線も厳しくなるかもしれんけど、それ以外の目線も、他の OB からの目線が相当厳しくなるみたいな声があってね、ねそれで結構悩んだ方もいらっしゃるみたいな話は過去有料記事とかでもう何年も前から、も本当感覚5年ぐらい前かなとかで聞いたことがありますけどもね、ねだからまあね、ねどうな暫定かどうか分かりませんけども、本当これまでプロの指揮をしたことがない方がね、鹿島の監督 やるのはどうなんだみたいなこれこそ ob の無駄遣いじゃないかみたいな声はありますけどもねまあどんなサッカーをやるのかっちゅうところで全く呼べませんただもしかしたらポビチ監督はこのれ3バックやってましたね、えー、アルビレックス新潟戦で突如3バックをやってその子去るみたいなところがあったねもしかしたらこの3バックっていうのが中国監督のリクエストだった可能性もゼロではないかなっていう ところだから、まあ難しいのが、例えば、ウラレッツでいうと、この間、ね、ヘグモ監督からスコルデ監督に移る間の池田監督ですね、池田暫定監督は、1試合だけ指揮をしたゲームがあって、そこで突然、渡辺亮もボランチをやり始めたんですね。渡辺亮もボランチ中、初起用をやって、あ、これは明らかにね、えー、池田監督のアイディアでもヘグモ前監督のアイディアでもなければ、明らかにスコルデ監督のアイディアかなっていうのをなんかね、察するところもあって、だから、要は、まあ、 まあ実際に、次の監督が決まってよう決まって前がまあ正,式か正式に発表されていなくてもある程度、この方に監督を頼みたいとまだ正式発表前だけどもじゃあ、ちょっとあなた、ねうちのクラブでどんなサッカーをやりたいですかみたいな感じでまあこれだからね難しいのがポービッチ監督のリスペクトはどうなんだみたいなところもありますけどちょっとね今の歌詞までスリバックは見てみたいみたいなリクエストがあったのかなとはこれは分かりません。これは僕の妄想ですよ妄想想でですすよけども ただね、もうポービッチ監督が最後、えー、指揮した新潟戦かな。新潟戦の時点で中監督の就任が決まっていれば、まあ、メンバー構成とかシステムは中監督リクエストが少しあったのかなという感じがしますけど、これは本当僕の妄想だね、わかりませんけども、中いうとこでございまして、さあ、えー、中国鹿島、どんなサッカーをも見せるか非常に楽しみと、えー、いうとこですね。で、こちら。 セレッソ高級監督退任へというところで、ね、今年開幕スタート成功も本当に甲府町の波激しく確か8試合連続で先制点上挙げて8試合連続開幕から負けなしみたいだったのが多分開幕直後のセレッソ坂だと思うんですけどもただ去年もそうですけど甲府町の波がなんか激しいイメージがどうしてもあって調子がいい時はいいけど悪くなるとことも悪いみたいななんかそんなイメージがある、ね、セレッソ最近の特に今年かなのセレッソのイメージがあります。 ますで、まあ、攻撃監督もね、ね本当、セレッソ一筋というところで、これ、記事に載ってましたけれどもね、メディアの記事に載ってましたけども、あのアルバイトでね、下部組織の指導者って、そこからスカウトで,で、そのままプロ経験なく、えー、プロ選手の経験なく、J リーグの監督日中、なんか一つね、本が書けそうな感じがね、しますし、なんかね、攻撃物語みたいなね、えー、歴史の偉人のね、なんか昔、ベイブ・ルース物語みたいな、えー、ナイチンゲールのみたいな、なんかね、そんな偉人のね、 漫画本が学校の図書館にありましたけれどもね、そういう感じ、なんか並んでそうな感じもねしますけど、いや、本当ね、あそういう経歴だったんだっていうね、まあ、もしかしたらこの攻撃監督が就任したときに、なんか、そういう話があったのかもしれませんけども、ちょっと僕もすっかり頭から、記から、えー、抜け落ちていたのか知らなかったのかっていうところにもね、なってきますけれども、そういうね、攻撃監督ね、ほんと、なかなか難しかったと思うんですけれども、と、まあ、ルヴァンカップでは準優勝かなにも輝い、えー、ておりますしね。でそ、えー、そうその攻撃 監督の後任に関しては、えー、パリオリンピックの日本代表監督大岩さんの名前が上がるとかね、えー、ありましたしあと元仙台元オーストリア前かな、えー、代表監督アーノルドさんの名前がね 上がっていていなんか、アーノルドってリアルだなっていうなんかね感じが、なんでここでアーノルドなんだろうっていう感じもねしますけども、なんかそこでその名前が出るのかっていう、なんかちょっとびっくりはねしたんですけどもね、中名前も上がっていて、ただ、大岩監督に関しては、次のオリンピックの代表監督も務、えー、めてほしいみたいな JFA からのオファーがあるとっていうことは、 あのー、次のオリンピックってどこだっけロスかなロスオリンピックではねなんか長谷部監督とかね鬼姫監督の名前が挙がっていたんですけどもそれらの監督たちはじゃあどうなるのかっちゅう。 ところにもなっていて、もしかしたら大岩監督に就任オファーを、えー、したということは、もしかしたらその長谷部監督とか、鬼、えー、木監督に関しては次の就職先が決まっているのか、それと別の理由でね、まあ、破談になったのかもしれません。ただ、今年の J リーグは多分結構監督が変わると個人的には思っていて、去年があまりにも変わらなすぎたっていうのがね、 ありましたえー、っとね23年、24年で監督新監督を迎えたのが確か3クラブだったかな浦和、横浜 F ・マイナスそして鹿島マントラーズの3つが23年から24年シーズンで監督交代したクラブには なってくるんですけれどもだから要は他のね17クラブはまあ昇華、まあ、クラブもいますけれどもねえ他のクラブに関しては、えー、全部前任官前年の監督が今年も指揮をしてるみたいななかなかに珍しいのかなちょっとどうなの珍しくないのかななんかねあ3クラブしか監督交代しなかったんだっていうところにもなってきますしただその3クラブともすでに監督がね、えー、会員されちゃってるっていうのもまた現実としてねあるんですけどもねそういうところでございましてまあ、えー、3人しか買わなかったってことは逆に今年は一気にねガラッ ちょっとね、顔を変える監督はクラブもいくつかあるんじゃないかっていうところ、まあ、いろいろ言われてますけど、SC 東京とかね、えー、名古屋クランパスの長谷部監あ、長谷部じゃない、長谷川健太監督とか、その辺がねか、えー、退任するんじゃないかみたいな声もありますし、そうなればこの小木副監督とかもなんか、J1 クラブがオファーがあるみたいな。 話もありますけど、鬼木監督、小池監督とかね、なんかいろんなクラブのオファーがありそうな感じもしますし、多分今年の監督神社は相当動くんじゃないかっていうところ、本当、例年になく動く感じがね、しますんで、そうなれば小撃監督もそれこそね、えー、アビスパ福岡の監督とかね、FC 東京の監督とか、なんかスタイル的にはなっても全然おかしくないからとね、長谷,部えー、長谷部監督が名古屋に行って、名古屋の長谷川健太監督が、えー、福岡にみたいな、なんかね、そういう、結局、 J リーグの監督って基本的にはこう席替えみたいな感じでどっか空いたらどっか行くみたいなね、なかなかこう若い監督というか、まあこれからかな、うん、これからどんどん出てくるんでしょうけど、今ちょっとね、こうね、あの監督、あ、またこの人どっかで監督やるんだみたいななんかね、雰囲気ありますけども、ただまあ今年はそういう動きが活発化しそうかなっていう感じは、ちょっと個人的に思うところもね、ありますんで、さあどうなることをやるといや言ったとこでしょうね、はい。 ということで今回は以上です。以上、パルル運転、ジェルサッカーちゃんとございました。良かったです。さようなら。